どうもこんにちは、ナッツでございます。バレンタインガチャ引きます。5回引くやつ。今回はね、最終日にやるわけにはいかなくて、なんでかっていうと周年放送があるんですよ。なんでまあもう終わりかけてはいるんですが、当社費早めにやります。で、誰が引けたら熱いのかなと思ったんですけど、まあイデアルかなっていう、まあ、もしくはノア2枚引いちゃうとかね。目標は高くいきます。レッツラゴー。金玉1で済ませて。金玉は1で2あるけど、普通のダイヤがないとかいう新しいパターン。なんか着せ替えばっかじゃない。神と回復の全パラメータ 4.5 倍、強そう。みんな神でしょ、だってもともと神だもんね。いや、クシナダが無難か。クシナダさ、5コンボ以上でとか言ってんのにさ、これ何、これこれ気にしなくていいのか。この子はサポート役と吸収激減。で、ドロメダが、あなたもあれやね、スキルがサポート系やね。で、ヴィーナスがエンハ。いらねえ、暖房。で、指針。どうすんの、これ。すごい難しいね。光属性が24倍。それ困るわ。クシナダか、無難に。落ち込んなし、コンボ加算がない。なるほど。やってみようぜ。育成が終わりました。今までこういうね、季節系とかコラボ系って、コロシアム行ってたんですけど、コロシアムってね、ちょっと前回、ハンターハンター行った時に、やりすぎたなと。まあ、勝てて当たり前なんですよ。本当に金玉5連発とかしない限り大抵勝てるんですよね。金玉5連発とかされちゃうと、ケイリアのキャラクターってリーダースキルの強化もらえないんで、ハクちゃんなんて8倍ですから。ちょっとこれはね、どうにかしてほしいんですけど、まあそんなことにならない限りは勝てて当たり前なんですよ。僕としてはできれば前回のね、クエスト13ぐらいの激闘をしたいと、試行錯誤してようやく勝てたみたいな戦いにしたいわけですよ。ただね、クエスト14にね、行ける力はないんですよね。なんで、12行きます。で、ニューついてないのは、医学効くかだけ確認しました。いつものやつ。行きましょう。相方もバレンタインキャラクターで、リーナでございます。神タイプついてますね。つけたね。よし。みんな神だよね、あとは。いいね。行くぞ。さあ、バレンタインチームで、お届けします。で、なんかね、一人超根なんだよね。で、リダチェンされたんだけど、威嚇は入るんで、溜まってない。溜まってない。ほう。ヘイストか。ヘイストして、これ強くない？なんかいい武器ねえかなと思って探してたんだけど、炭治郎の武器ずるくない？ヒドロップが落ちやすくなればそんなにね、このパーティーにとって必要じゃないんですけど、強化ドロップが落ちやすくなるってさ、ずるでは。そんなスキルがさ、しかもさ、これ99ターンですよ。若干目覚めとかされない限りこれずっと続くんでしょ。おい、倍率が出た。52とか、かわいい。こんな武器あったんすかって、びっくりしました。貴族性はね、相変わらずね。だってさ、これさ、ヒドロップが少し落ちやすくなるでしょ。ずるくない？ずるいにも程がある。貴族生って未だに99ターンの目覚めないんすよ。これずっと僕言ってるんですけども、5年ぐらい前から。5年は言い過ぎかも。じゃあパズルしながら話すわ。一応全体入れようかな。水かなんかで全体しておきます。なんだっけあれ。スターウォーズ？スターウォーズかなんかで、ルーク。99ターン目覚めし、あ、違うか。デュエマからスタートか。デュエマの、ダークマスターズは違うダンジョンキャラで、待って、超コンのやつ全然ダメージ受けてない。まずいよ。なんだっけあいつ、ゲームエンペラーかなんかが、99ターン目覚めプラス、4ターンヘイストみたいな性能で、武器が出たんですよ。で、それがどんどん色違いバージョンで、ウルトラマンぐらいまであったんですけど、火と火だけ出ずに終わったんですよ。で、火は確か、ヘイストはないんだけど、ワンピースのエースかなんかが、99段目覚めで、まあ、一応代用というか、その同じようなスキルは持ってるっていう話で、もう貴族性は実装されないまま、
もう時が過ぎていたわけですね。そしたら急に火属性にこのやべえ武器が追加されてしまったわけで、これずるいの極みって今思いました。いやーずるいわまあガチの攻略とかではそんなね、実際実装、いやーでも強いよな。チーム HP2 個あるしキラー2つあるし、強いは強いよな。あんま見ねえけど、ここハクちゃんの無効感情使います。いやーマジでさ、頼むって出してくれよ。火多すぎだよ。間に合うこれ、どうにかなる。ならんねえ、ならんねえ。まあ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 、僕まあよくね、艦隊とかネタパをやると、肩、3ターンあってよかったね、これ。艦隊とかね、ネタパよくやるんですけど、そういう時にね、あると楽なんですよね、やっぱ艦隊とかってさ、変換とかね、寂しくなることもあるじゃないです。待って、きつくない?今、ドロップの切り悪すぎて、そもそもきつかったよ。今のターンに火力出せなかった時点で詰みじゃないか。1だよね、そうだよね。で、ヘイストしてもたまんないよね、ここが。ギリ。そうっすか。済みましたか、これ。さては。そうっすか。無理っすね。無理っすね。え、意外としんどい。意外とってかさ、たまっても厳しそうじゃなかった、今の。火力が、そうか。全然出ないか、この辺。今考えたら、まあ、ここは出るよ。この辺は出るよ。ただそうか、これを使っちゃうとヴィーナスとかがあんま火力出せないってことね。で、クシナダが落ち込んなしにしちゃってるから落ち込んの希望もないと。クシナダじゃないんじゃないか。じゃあこれで水5個つなげるはね、ちょっとね怪しいんで、これにしちゃうと光属性でしょ。こうするしかないと思うんだよな。相方がもっとねいそうではあるんですけどね。せっかくならバレンタインで行きたいんですよね。さあ困りました。実際どんなもんね、火力出てるか見てないんですけど、ヴィーナスすら21億超えてないようではこのパーティーはまずいと。ちゃんと確認しましょう。でなんならここでもっと時間を稼ぎたいぐらいだね。これさえ溜まってればさ、ポリゴングラフィックさえ溜まってればさ、だいぶ希望はあるわけじゃん。2色から火力出んのは魅力的なんだけどなぁ。なんだけどなぁ。だから、これ全体で倒すとかもなしにして、一旦あいつの超魂だけ剥がしとこう。超魂剥がします。あぁ、マジっすか。じゃあ次こいつ殴ろうかな。あ、いいですね。軽く殴りたいんで。軽く殴りましょう。耐えてもらって全然構わないです。こいつをギリ倒しきるぐらいがベスト。倒しちゃうか。そうか。で、水がない。いや、これ炭治郎がミスかな。強化ドロップ上手くないと思ってさ、使っちゃってるけど、炭治郎が単純にミス説はあるよね。まあ、使うしかなくて、いや、こいつが水なのがね、しんどいっすね。そして謎の光半減。なんで光半減？あ、めっちゃ削った。さっき何だったんだ？で、ここでもダメージが与えられる。多分な。コンボ数足りるよな、さすがに。さっき明らかにね、色の切りが悪かったんだよね。で、街作ってるけど意味ないんだったわ。落ち込んないんだったわ。どうすこい。ヴィーナスさん全然火力出てないんですけど。7コン4色10コンで軽く出ない。マジ。ウェイ組む？じゃあ。ウェイ組んであげましょうか。言ってることはすごい強そうなんだけどね。4色消えてなかったとこあるかな？出ない。なんか火力あんま出ない。あるっす。え、待って、こいつさ、なんか耐えたら無効化しなかった。僕はね、ガイアドラゴン降臨かなんかでこいつにすごい苦戦したんでね、覚えてますよ。忘れないよ、君のこと。あと4ターンで溜まると。なるほどですね。
しんどいかもですね、これ。ウェイク見ますよ、じゃあ。イルシックスが特別硬かったと信じたい。残念。ほらー、そんだけなんですね、でも。それはありがたくて。ただこいつ昔のキャラクターだからさ、多分向こうからのライン相当厳しいよ。最近のチャレダンあるある。あれ、そうでもない。そうでもねえな。あらまあ。クエスト15とかにいるやつらさ、ねえ、なんかまたすごい硬そうなやつが出てきた。水ばっかやん。最近のあのクエスト15とかにいるやつらね、吸収のラインとかさ、今月でいうパールちゃんとか変わってないからさ、今のパーティーだとね、もうスキル使わないとほぼ倒せないみたいな感じになっちゃってるわけですよ。なんか痛そうだな、しかも弱そうだな。ギリ3色あると危ないですね、この盤面。ちょ、炭治郎の目覚めミスだったかもしれません。欠損はこのパーティーはまあないんだろうけど、縦折りがね、怖いですね。4色強化発動しなくなってましたとかさ、全然ありえるんで。うわ、水がないとこんなもんか。行動ターンが変化した。なんだこいつ、ビビらせやがって。懐かしいセリフ吐いたね。大きく口を開けて、五輪銃。さあ、ボスです。ほっほっほ。なんだっけ、あんた。名前が思い出せない、吸収。なんだっけ、ディアデムは違う。ディアデムは機動竜。なんだっけ、このじいさん。答え合わせ。エレメン、いや、出ねえわ。一文字も出れこんかったわ、それは。さあ、じゃあですね、とりあえずここにあれがあるんですけど、吸収無効が。どうしようかな。なんかヘイストするからさ、先にスキル使いたくなっちゃうの僕だけですか、これ。いっか、余計なこと考えずに使います、吸収無効。あ、ドロメダぐらい使ってもよかったか。絶対使うべきだったな。こういうパーティーにとって火力が上がるのすごい大事だと思うんだよね。一回殴ってみます。なんかすげえ操作時間長いんだよね。15秒ぐらいありそう。ドン。は？何？何あのじいさん。ファイターより弱かった説あるけど、今なんかルーレットある割にはコンボしょぼかったなって思ってたけど、全然大丈夫でした。はい、ということで結果楽勝まではいかなかったけど、結果あっさり勝ててはしまいましたが、まあこうやってあのね、ガチャ引いてクエストやっていけばね、こっちのアカウントも同時に処理していけるということで、次回は終年何になるんでしょうか。多分ガチャ来ると思いますんで、またそこでもやりたいと思います。というわけで以上、バレンタインガチャ5回引いて、クエスト12でございました。バイバイ。